ハイパーテキストエディティングシステムは1967年ブラウン大学のアンドレス、バンダムの指導の下、テッド・ネルソンらが行った初期のハイパーテキスト研究プロジェクト。ヘスは先駆的なハイパーテキストシステムであり、データをリンクと分岐するテキストで構成している。分岐するテキストは自動的にメニューを構成し、所定の領域内のポイントは ラベルと呼ばれる名前を持つことができ、その名前でスクリーン上でアクセスすることができる。ハイパーテキストエディティングシステム IBM 2250ディスプレイコンソール、ブラウン大学1969年ヘスは IBM システム360-50メインフレームコンピュータ上で動作したが、この機種ではこのような革新的システムを動作させるのは非効率的だった。ヘスには 様々な先駆的ハイパーテキスト要素が含まれているが、その重点課題はテキストの成形と印刷であった。ヘスの研究は IBM から資金提供を受けていたが、1969年頃、研究は中止された。プログラムは NASA のヒューストン友人宇宙船センターでアポロ計画の文書作成に使われた。ヘスは、その後、フレスプロジェクトに受け継がれた。 このシステムは近い将来、利便性向上のために改良、適用されるだろう。ハイパーテキストの様々な機能を実現するサブプログラム群や新機能を追加するサブプログラム群が含まれる。複数の対話利用ユーザーを相手にするためのファイル管理の問題テキストの属性を知るには、ユーザーがタイプするか、ライトペンを使えばよい。既存のプログラムでユーザーは 属性判定の心理値関数やキーワード検索でテキストを検索することができる。これらキーワードの作品も自動的に生成可能である。ユーザーは属性を注釈やラベルに割り当てることもできる。タグに割り当てる属性はシステムが恒久的に定義するものとユーザーが定義するものがある。システム定義のタグ属性は他の 文献目録設定プログラムなどで利用される。すべてのタグは属性によってインデックス付けされる。スクリーン上でのハイパーテキストの自動的ルーティングや印刷時の自動順序選択など新たな機能の追加が考えられる。ユーザーは取り得る代替案を指定する。これはブッシュの連想の功績とかエンゲルバートのトレールマーカーに相当する。他にもユーザーの仕事を単純化したり、 明確化する様々な機能が考えられる。複数のウィンドウをスクリーン上に生成し、様々な文章を同時に表示して作業をできるようになるだろう。例えば、ある文章をコピーして別の文章に埋め込むなどである。ハイパーテキストが複雑化すると何をしているか見失う可能性がある。そこで我々は文章構造をグラフ的に表示する方法を考えている。 部品の少ない状態のグラフは簡単に描けるが数百のリンクを描くにはどうすべきだろうかユーザー定義の操作モードの種類は増えていく。そこで活動状況レイアウトに戻る機能が必要となる。ウィンドウのレイアウトとしてはスタック状にして必要なウィンドウが全面に表示されるようにする。ブラウン大学で開発済みのスケチャパドプログラムと連結した。 拡張グラフィックス機能を追加する。編集履歴を保持し、文書の内容をその任意の時点の状態に戻す、機能が考えられる。我々は、ライトペンよりも適した、ユーザーインターフェースに強い関心を持っている。データタブレット、SRI のマウス、指で、ポイント可能な透過スクリーンなどが、操作性向上をもたらすと思われる。 テキスト編集ハードウェア向けの機器設計は今後重要な分野となる。長期的にはこのようなシステムはあらゆるテキスト処理に使われるようになると見込まれる。ネルソンが主張するように印刷物を代替するようになるかどうかは予測できない。しかし、その実用性と有用性は明白である。ありがとうございます。